もう出た。ハロウィン期間限定、ミスタードーナツさんのかわいいお化けドーナツシリーズです。早くない？あ、これね、お家でお化け、ミスドハロウィン、ドーナツを5個買うとオリジナル紙袋とポンデライオンサンバイザーもらえます。数量限定なのでお早めに。真っ黒チョコ猫、ふわふわミイラ、ふわっとお化け、ピンクのフランケン、ポンデチョコデビル。あ、ちょっと早いですが、いただきます。真っ黒チョコ猫から、中にクリーム入ってるっぽい。しっかりとチョコレートの味わいです。どっちかというとビターな感じで甘ったるいかなと思ったんですけど、そんなこと全然なくて、生地はしっとりしてて、このホイップクリームとよく合います。ふわふわミイラ、目がね、ちょっといろいろデザインが違うんですね。かわいい。中にクリームは入ってないですけど、上にね、ホイップクリームがしっかりかかってて、それにいちごのコーティングがされてるって感じですね。ふわふわ、このドーナツ生地がめちゃめちゃふわふわです。ちょっとね、いちごの粒粒がね残るのがまたいいアクセントになって美味しい。ふわっとお化け、これフレンチクルーラー生地ですよね。それにホイップクリームが上に乗って、その上からホワイトチョコレートでコーティングね。ホイップクリームは中じゃなくて外側に出すっていうのもいいですね。
ホワイトチョコレートが意外とたっぷりついてて、めちゃめちゃクリーミーです。美味しい。ピンクのフランケン、なんでこれがフランケンなんかね。生地にねドライフルーツがたくさん入ってるからすっごいフルーティーです。あのドーナツやね、あれあれ、なんとスティック、なんとかスティック。ポンデチョコデビル、ポンデの生地が、ポンデの生地だからもう間違いないね。なんとも言えない食感とチョコレートの味わいですね。飲み込む寸前、飲み込んでる最中も美味しいもんね。ごちそうさまでした。ミスタードーナツさんのハロウィン期間限定かわいいお化けのドーナツ、大変おいしくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。ハローウェイや。ね。